リーマック・リトナートはアメリカ合衆国のギタリストであるカリフォルニア州ハリウッド生まれジャズフュージョン界で1970年代前半より活動しているブラジリアンリズムに影響され自身のアルバムに取り入れられているものが多い8歳よりギターをはじめウェスモンゴメリーに大きく影響される16歳の頃にママスパパスのセッションに参加し スタジオミュージシャンとしての活動を始めた。南カリフォルニア大学入学後、GRP レコードの設立者の一人で、キーボーディストであるデイブ・ブルーシンと出会い、1970年代には、スタジオミュージシャンとして、多数のアーティストと共演している。1975年には、レコーディングに参加したミッシェル・ポルナレフのバックバンドの一員として、ツアーに参加している。 1970年代半ばに自身のグループジェントル・ソーツを結成。1976年にファーストアルバムファーストコースを発表。1977年のキャプテンフィンガーズで自身初のビルボード200入りを果たし、アルバムタイトルはリトナーの愛称となる。1978年にはデイブ・グルーシンの弟ドン・グルーシン等とフレンドシップを結成。 1979年に以前より影響を受けている、ブラジリアンリズムを取り入れたアルバム、リー・リトナー・インディ・リオを発表した。1981年には、リットを発表。このアルバムでは、エリック・タックをボーカリストとして迎え、AOR を取り入れて、よりポップな観点からフュージョンにアプローチしている。1985年には、イヴァン・リンスをゲストに迎え、デーブ・グルーシンとの合作。 ハーレクインを発表。1990年、ボブ・ジェームス、ネーザン・イースと、ハービー・メイソンと共にホープレイを結成し、1995年までに3枚のアルバムを発表。しかし、1996年に自身のレーベル、IE ュージックを新設し、プロデュース業で多忙になったため脱退せざるを得なくなった。公認には、ラリー・カールトンが加入した。 オープレイに在籍していた間、ジャズギターの偉人ウェス・モンゴメリーに捧げた、ウェスバウンドを1993年に、1995年に、カールトンとの合作、ラリー・リーを発表。1997年にポリグラムに、IE ミュージックの経営主体に置き、ボサノバのピアニストで、コンポーザーのアントニオ・カルロス・ジョビンをテーマとした、ツイスト・オブ・ジョビンをはじめとした、それぞれテーマを持った、 ツイスト・オブ・シリーズを発表することになる。2001年には、ボブ・マーリーに捧げた、ツイスト・オブ・マーリー、ボブ・マーリーに捧ぐ、2003年には、モータウン・レーベルとタイアップした、ツイスト・オブ・モータウンを発表した。2000年には、デイブ・グルーシンと、再び合作を作り、クラシック音楽をクロスオーバーした、トゥー・ワールドを発表、デッカからの発売となる。なお、百九十八年に、 ポリグラムは C グラムに買収され、C グラムのユニバーサルミュージックに統合し、IE はユニバーサルのジャズ部門バーブに編入されることになる。この参加にはかつて所属していた GRP もある。竹内マリアビギニング、カシオペアフォーバイフォーといった日本人の作品でも D のプレイが聞ける。2005年にピークレコードに移籍し、ジェントルソーズのメンバーやキューチとのライブアルバム、ジェントル、 ソーツリューニーオン、オーバータイムを発表。同時に DVD もリリースしている。私生活においては2005年5月に歌手のアンリと婚約を発表。7月にアンリがリリースしたアルバムソルにプロデューサーとして関わった。しかし2007年7月に週刊誌において破局が報じられ、2008年4月28日にアンリの公式サイトにて、 公式に婚約を破棄したことを報じた。デミング、マーク、ィー・リトナー・バイオグラフィー・アンド・ヒストリー。オール・ミュージック、2020年6月14日、閲覧。ィー・リトナー・チャート・ヒストリー・ビルボード200。ビルボード、2020年6月14日、閲覧。サーガル、ブライアン、ィー・リトナー、フレッシュ、オーバータイム。ジャスタイムズ、2020年6月14日、閲覧。 デイリースポーツアンリーが婚約中の男性と破局していたアンリーがリー・リトナーとの婚約破棄を発表。ありがとうございます。